はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回ですね、帯広市に来ており、その隣のある目室町というところでですね、まあ、札幌への帰りながらの途中ですね、ちょうど昼の時間になるんで、なんかいいところないかなっていう感じでですね、ちょっといろいろと検索してみました。そしたら目室町自体は特産物としては、コーン、トウキビ、スイートコーンでしょうか、または、出てるのはジャガイモだったり、小麦だったり、まあ、いろいろと特産物はあるみたいです。その中で、まあ、地域でですね、推してるということで、まあ、十勝目黒コーンチャーハンっていうのを、食べてみたいと思いました。ホームページには、2カ所の、店舗が載っておりまして、焼肉神楽さんと、レストランヒロさんの、2つが載っておりました。で、今回ですね、まあ、ちょっと焼肉は、いいかなと思って、レストランヒロさんの方に行ってみたいと思います。場所的には帯広から札幌の方面に向かって約10分から15分ぐらいの距離感というところですね。まあ、そんなに隣町っていう感じのところです。で、駅前ですね。目黒町の駅前になります。で、はい、到着しました。車から降りてですね、見回すとですね、街はこんな感じになっております。で、まあ、お昼過ぎた段階ではありますが、まあ、ほとんど車で移動される方が多いんで、まあ、おそらく歩いて移動する、来られる方は少ないのかなという感じはします。店に入りますと、店員さんにですね、席を案内されて、来ました。席に座るとですね、こういったなんか名札みたいなのが、名刺ですね、置いてましたね。で、そう待ってると、まあ、メニューを見ながらですね、何にしようかなっていうふうに考えてはいたんですが、まあ、すでに食べるものが、まあ、決まってはいたんで、選ぶということではないんですけど、まあ、とはいっても、どんなメニューなのかなと思って、見ていきたいと思います。でですね、最初のこのハンバーグですね、書いておりますが、なんか店員さんにですね、おすすめを聞くと、ハンバーグということだったんで、お肉料理がやっぱりここは多いのかな、メインなのかなと思いました。お肉料理ばっかりかなと思ったんですけど、お魚料理というのもしっかりありました。そういう部分では十勝ですからね、お魚取れるんかなと思ったら、まあ、川魚がいるんで、おそらくそういったのがあるのかなと思います。まあ、とは言っても、エビとかですね、そういったのは流通してると思うんで、まあ、いろいろとあると思います。で、あんかけ焼きそばとかですね、ちょっと気になるものがいろいろとありましたね。で、ご飯物ですね。でここにある、コーンチャーハンが、今回のですね、目的だったんで、早速ですね、そちらの方を訪ねてみたいと思います。はい、わかりました。まあ、洋食レストランということなんで、まあ、夜の時間とかあったから、まあ、そういった部分でワインとかですね、そういったのもあるのかなという感じです。まあ、飲み物がですね、たくさん種類あるのと、まあ、デザートもあるんで、まあ、こちらの方もですね、ちょっと気になってはいたんですが、まあ、ちょっととりあえずは、予定通りの、十勝目黒コーンチャーハンっていうのをですね、いただくことにいたします。で、また、私のね、悪い癖で、まあ、チャーハンだけだったらなんか少ないようなイメージあったんで、ちょっとですね、今回は大盛りにしてみたいと思います。はい、戻ってきましたら、早速出てきました。冷製の目黒産インゲン豆のスープと、サラダですね。
まあ、先に、出てきた感じになります。で、この後ですね、ちょっと時間かかるかなと思ったら、まあ、そんな待つことなくですね、チャーハンが、来ました。で、もう早速ですね、見たらもですね、上にもたくさんの、スイートコーンが乗ってるチャーハンで、まあ、大盛りにしたんで、普通盛りがどんなのかはちょっと正直わからないんですけど、まあ、でもこれで150円アップだったかな。うん。なので、十分満足できるかなと思いました。それでは早速いただきたいと思います。まずはですね、サラミの方からです。次は、インゲン豆のスープということになります。まあ、目黒さんのインゲン豆って書いてました、言ってましたけど、まあ、まあ、普通の冷製スープにしてはすごく味があっさりしてですね、非常に美味しかったです。で、メインのですね、チャーハンの方に行きたいと思います。なんか、はたはたってますが、とりあえず、そのままで、食べてみたいと思います。でですね、早速ですね、チャーハンの方をですね、食べてみますと、まあ、コーンバターということで、バターとですね、あとなんかちょっとした味が入ってるんですけど、すごくですね、味が濃くてっていうか、深みがあってですね、美味しいです。まあ、チャーハンといえば、まあ、大体あっさりしてるっていうイメージなんですけど、今回のここのチャーハンね、多分ね、このスイートコーンの甘みもありつつ、かつそのバターの味と、あとこれもしかしたら若干ですけど、なんか醤油かなんか入れてるのかなっていう感じなんですけど、バター醤油みたいな、そんなような味に仕上がっております。でですね、これがですね、すっごく意外とくどいように見えてあっさりしてるんですよね。なので、どんどん、食べていきます。で、コーンとこのご飯のバランスがですね、非常によく、まあ、バランスよく食べてるつもりなんですけど、意外とコーンもですね、かなり多いんで、かなり満足感があります。で、チャーハンの方は、すべて完食ということになります。美味しかったです。で、飲み物ですね。一応今回はアイスコーヒーを、頼んだんですが、びっくりしたのは、そこにアイスがついてきたんですよね。で、これはですね、まぁ、ちょっと私もメニューはあまりよく見てなかったんで、わからなかったんですけど、このアイスクリームがついているとは正直思いませんでした。で、このアイスクリームがね、何気なくすごく美味しいんですよ。で、その中に、この、なんていうの、果物がですね、入ってまして、パイナップルだったり、まぁ、いろいろな果物ですね。入っております。で、これだけでもですね、結構いい感じで食べれます。最初実はですね、まあ、ちょっとしたパフェもメニューに載ったんで、パフェも頼もうかなとは思ったんですが、まあ、さすがに食べ過ぎるなということでやめてしまったんですけど、でもこれが出てくるとは思わなかったんで、まあ、頼まなくてよかったのかなと。これでも全然十分満足できます。むしろこれだけでもいいかなと思いましたね。やっぱりトカチの、ソフトクリームは、非常に美味しいです。なので、ぜひですね、まあ、パフェだけでも美味しいのかなっていうのは、もうここで、この食べてからですね、また今度機会があったらパフェだけでも食べてみたいなという感じはしましたね。今回食べてですね、トカチ目黒コーンチャーハンは絶妙の一品と言えると思います。地元の新鮮なコーンを贅沢に使用し、チャーハンというシンプルな料理をユニークな一品へと昇華させていると感じました。この料理を食べた評価ですね、素材の豊かな甘みがしっかりと感じられるとともに、チャーハンのパーフェクトな調理技術が感じられる点です。トカチ目黒コーンの甘みと食感が存分に楽しめる一方、ご飯の香ばしさと調理が絶妙に調和しています。また食材の選定から料理までに丁寧に行われていることがうかがえ、その贅沢な一口は地元の誇りを感じさせます。レストランヒロのシェフがですね、地域の食材に対する尊敬と愛情を込めて作り上げた料理を感じられることでしょう。この、トカチ目黒コーンチャーハンはレストランの美食の一端を象徴する一品であり、
その美味しさは訪れた人々に深い印象を残すこと間違いありません。地域の味を堪能しながらシェフの腕前と意気込みを感じることができる特別な食体験を提供してくれるでしょう。それではまた。どうも。